今回俺と巨人の143日物語実況195回目は6月22日から始まるヤクルト3連戦、その後を控えている中日参戦、計6試合をプレイしていくからね。このヤクルト中日には前回対決でどっち2チームに負け越しというね、まあ非常に残念なことになってますから、どっちも今5位と6位のチームですからね、それが首位のチームが負け越すありえないでしょう。絶対やっちゃダメなことだと思いますので、まあ今回はしっかりと勝ち越していきましょう。もちろんどっちともにね。あ、まずはこのヤクルト戦になりますね。1試合目はチームがチャンスになるとプレイしていきたいと思います。今日の先発は菅野。菅野ですから負けることもなさそうですね。大丈夫で、打ってはね、増渕が調子いいんで今日は増渕起用で、それ以外はまあいいでしょう、このまんまでね。このベストオーダーで1戦目戦っていきたいと思います。やっていきましょう。たくさんの点を取りまくるからね。前回取れなかった分を取りまくるからね。前回の阪神戦では本当にチャンスで全く打てずですね、3試合プレイして2点しか俺取れなかったからねその1点がまずペゲーロのソロホームラン、2点目がゲツーの間の1点ですから、クソ情けなかったんだよな。まあ、結果勝ち越しでいけたけどもね、それは俺の力じゃなくてね、完全チームの力ですよ。俺関係ないんでね、プレイヤーの俺が一番邪魔をしてたのが前回の動画。しかし今回は邪魔をしないようにしっかりと貢献していきましょう。わー俺が何もしなくても2点入るチーム、そら強いわな。プレイヤーが下手くそでもリーグ優勝できる理由はここだよ。そら戦力揃えてるんだから当然か。いや、しかしいきなりライト前にヒット、チャンスは広がったね。まあ、2点は取りましたけどね。まあ、もしもの時のために何点でも取っておいた方がいいですから。まあ、菅野ということを考えればもうこの2点でいつも十分だということは言っとるけどもね。まあ、何のために。どうだ、ゲツーはない。で、内野安打は？ないですけども、まあ、その間に1点が入って3点目。理想はタイムリーを打つことだったけどね。まあ、なかなか理想通りにいかないのがね、この現実、リアルな世界だから面白いんで。次は大丈夫。理想通り打つ。次はね、もっと次、だいぶ先まあいい、初回から3点です。十分すぎる得点だ。もう今日はこれで勝っていいと思ったんだが、菅野が1点失点したが、まあその後は抑えてくれてるね。ノーアウトランナー1塁3塁、これはもらった、絶対勝ちですわ。絶対なら絶対だからね。あ、そうなんだ、通算300本塁打まであと6本、記録にリーチをかけてるんだね。ならぜひともこの中田でその6本を打ちたいけどね、俺の手でね。あと6か。通算300本っていうのはやっぱね、なかなか一流プレイヤーじゃないと到達できない数字なのでね、これはすごいですよ。ここでは全然すごくないですけどね、ここではね。さあ、陽大館今日は2安打完璧なゲッツー、これが俺。はい、すごい。拍手拍手、みんな拍手ちょうだい。自然と拍手が出ちまうだろ。すごいわ。何度も言う、いつも言ってる、月打つ大会がもしもあったら俺は誰にも負けねえ。それだけで多分生きていけると思う、その賞金だけでね。それくらい月打つことに関してはもうナンバーワンだよ、ナンバーワンオンリーワンだよ。さあ、結局今日はこの3点のみで終わるのか。またこのチャンス、いいね。ノーアウトランナー1塁3塁、でもさっきはこれから点入らなかったからね。今日はちげえ、ここはちげえ。バッター柳田だからね、何をどうあがいても点は入るでしょ。ゲッツーの間に1点か。あ、よかったまた内野ゴロの間の1点だよ。もうタイムリーが打てねえな、欲しいんだけど。さあ、締めの一撃は中田で打ちましょう。気持ちよくなりたいわ。こんな内野ゴロの間の1点1点じゃ面白くはないよ。カウントは2ボール1ストライク。第4球はうわー、もう出ねえな。今日は菅野の頑張りがあるから勝ててるってだけの一日だよ。菅野の頑張りなかったら勝ててねえよ、これ。お、危ないね。最後失点したけどね。はい、チームは4対2で無事勝利ですわ。菅野自体は6回にマウンド降りてますからね。で、柳田の決勝ホームラン。まあ、それはいいんですけど、なんかいきなり締まりがないというか、盛り上がりがないというかね。俺が入れた得点は2点ですけど、その2点全部内野ゴロの間の1点ですからね。クソだせえ。泣いてるんですよ。笑ってるんじゃないからね。めっちゃ泣いてるから、この写真をツイッターにアップロードしてもいいくらいだわ。たくさんのいいねもらえるかもしれないね。悪い意味のいいねね。じゃあ次の試合勝てば勝ち越しが決まるんだが、まずそこだね。
次の試合もしっかりと勝つことをテーマで、今日は宮國が先発、3試合目は斎藤か桜井か山中か、まあ誰が行ってもいいね、体力万全ですし、まあ斎藤でいいんじゃないでしょうか。で、今日も増渕起用していこう、調子いいし、ほんでクルーズもね、サードで、おえい、絶好調の2人組がここにいますからね、なかなかの強みだよ。まあ増渕は全然打ってる選手ではないですけどもね。はい、お次はチームがピンチになるとプレイしていきたいと思います。先発ピッチャー宮國でしっかり抑えましょう。さっきは菅野のおかげで勝てた、まあ柳田のホームランもそうですけどね、うん、まあやっぱピッチャーが頑張れば楽に勝てますので、今後のテーマはそれだね。打つことはどうあがいても俺にはできないので、たまに爆発的に打つことは俺にできてもね、基本打てないやつとしてここまでやってきたんで、やっぱテーマは投げ勝つだね。これはもうレギュラーシーズンでも短期決戦でも同じだよ。最高宮國、完璧なピッチングをこの舞台で見せてやろうぜ。ツーアウトランナー一塁三塁か、でも大丈夫、ここで抑えるのが宮國だ。代打の神様って言った今、二つ名前ね、スタメンで出てますけど、スタメンで出てる時くらいそういうのやめたれや。はい、三振、軽くね、抑えれる。おいえ、このフォークが宮國の武器だ、打てるもんなら打ってみなだね、打てるわけがないから。さあ、得点がなかなか入らないな、今日は。ああ、ようやく1点入ったわ。が、おい、ああ、もう勝った。ああ、もう、今まで取れなかった分、一気に取った。ああ、もう取りすぎだよ、お前。もういいよ。今日は一回のピンチのみ？わーお、そのままゲームセット、プレイすることほとんどなくだね。11-0。まあ、出番設定でやってやると、こういうことがちょくちょくあるんだよね、今季ね。一方的な試合だよ、お前。柳田2ホーマーでもう30号到達だからね。この男を止める術はもうないね。よかった。敵チームにいなくてね、こっちにこれがいますから。2夜続けてヒーローっても喋ることないでしょ、柳田もね。たった1回のピンチのみで、それだけで今日終わったからね、本格的に俺いらねえわ。で、大谷も今季7号打ってるしね、宮國は今季無傷の6勝目ですから、はい、これでもう勝ち越し決定よ。でもなんだろう、この疎外感。なんかめっちゃ、なんか俺も一人の観客として見てるだけで、あの輪に加われてないっていうね、なんだこれ。すげえ悲しい。なんか昔子供の頃を思い出すよ。仲間外れにされたあの時代をね。はあ、泣きたい。おえーで宮國がノリノリ状態になるというね。いや、さっきは8回投げて無失点。まあ打ったのもそうですけど、投げての無失点ね、宮國もすごかったですからね。だからピンチが来なかったんだよ。誠のヒーローは宮國だ。ただ、今阻害されてる状況なんだよ、俺ね。次は俺の手で勝ちましょう。2試合とも俺の手で勝ってないんで、プレイヤーが一番邪魔してるっていう状態が続いてる。最後はチャンスピンチでプレイしていきたいと思いますのでね。まあ、勝ち越しは決定しましたが、その顔に笑顔はないからね。やっぱ自分の手で打ち、自分の手で守り、そして自分の手で勝つこと、それが一つのテーマ。今日はこのベストオーダーでやっていきましょう。しっかりと打ち、しっかりと守るよ。さあ、いきなりチャンスだ。どでかい一撃打ったろか。無理だね、やめとこう。当てに行くよ。その結果ヒットなら最高だ。この高木、二刀流プレイヤーだけど全然二刀流起用されてないけどね。で、成績もしょぼいしね、一刀流ですらないよ。見事抑えられたけどね。ストレートが速い、全然タイミング合わねえ、全部スカブってんだよな。スカブリだらけじゃねえ。で、斎藤ここで捕まる、大丈夫。今日はたくさんピンチ来るとは思うが抑えるんだよ。よし、で3球で終われ。当ててきて、おおビッグプレイ、ゴッドプレイ、オーイエー、よく止めた。これはもうシンプルに拍手だね。皆が拍手でしょ、このプレイに関してはね。すごいわ。抜けてたら当然ピンチは広がってるとこですから、よく止めたね。いや、横井の守備には助けられてるよ。もう外せないうちの一人の選手ですね。痛いよ、この選手が怪我とかしたらね。ちなみに俺が取った選手ですからね。つまり俺がすごいってことだ。わかるか。さあ、まずは点を取らないと。中田のところで打席が回ってくる。うわー、もうやめろよ、日本の4番にぶつけんな、この野郎。許さねえ、怒りの一撃打ったろか。打てないけどね。怒りをパワーに変えることができない、最悪すぎるね。ああ、かっこいいやつならここで怒りに身を任せてヒットホームラン打つんだけどね。俺はスーパーサイヤ人になれない男だね。ああ、怒りから何もそこから生まれないっていうね。だから俺多分クリリンが死んだとしても無表情でいると思うわ。もしも俺が主人公だったらね、ドラゴンボールの。
間違いねえわ。あ、クリリン死んだみたいなね、つぶやくだけだよしょうもねえ、全然盛り上がらねえ。そんな漫画ね、ふざけんじゃねえぞ。打つんだよ。絶対ね、やっぱね、自分が受けた痛みっていうのは自分で返さないとダメですから。ここで中田で打ちましょう。さっきの分を返す返さしてくれよ、頼むから。本当に何これ、俺が使用してるバッターなんかもうあれかな、ゴロしか出ないバットかなとしか思えないくらいにゴロしか出ないけどね。それも P ゴロね。お、全然点が入らねえよ。うわ、もう斎藤佑樹の好投に応えられねえな。斎藤ここまで無失点だからね、マジで神ってるよ。ただここからどうなるかだよ。どんまちょっと危ないねこれ、ちょっとどころじゃねえ、クソ危ねえわ。よし、三振。とりあえず HQS まではあと一つ。今波を抑えてぜひとも HQS で行きたいところではあるが。わ、落ちんな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 、落ちるんかい。まあ、ここはもうちょっと交代ですね。斎藤には悪いが。まあ、体力も切れかけてる、嫉妬も多くなってる頃合いに、この満塁、それも 0-0 の状態で生かすのは危険すぎる。ここはもう斎藤に変えて誰で行く、須田で行きましょう、須田でね。こういうとこで使ってるピッチャーだ。しっかりと抑えるぞ。また調子もいい。防御率も 0.96 だからね。ああ。戦力外を受けた先発ピッチャーから戦力外を受けた中継ぎにリレーするからね。うちのチームはこれなんだよ。1軍にいるピッチャーほとんどが戦力外にされた選手という意味不明なチームになってるからね。でもその結果今この順位に入れられるんだからね。ああ、つまりそういうことだよ。いいチームだ。さあ行くぞ、絶対に打たれるの。おお、2球で追い込めたね。簡単すぎる。3球三振。この須田はこのシンカーがやばいんだよな。キレッキレ、打たれない理由はここにある。完璧だ。ガッツポーズも納得だね。前剣張りのガッツポーズだったぜ今のね。吠えてたね。さあどうだ。得点取らないことには勝てない。あ、取ったわ。ようやくね。1点。俺が取ったわけじゃないけどね。さあ、1点取って、この1点で勝とうなんて、そんな気はさらさらねえぞ。またこれ、ゴロの間の1点ですね。月の間の1点ですわ。今、2点目入ったからね。はい、チームはそのまま勝利。2-0。うん、俺のおかげで勝てたって言っていい1日なのかしら。絶対そうじゃないよ、これもね。お前、また結局最後、月の間の1点で終わってんじゃねえか。まあ、でも、無失点では抑えたからね、あのピンチを。ただまた阻害されてるような気がするな。まあいいでしょう。斎藤の好投をまた柳田が打つ。お前3夜連続ヒーローじゃねえかよ。もう言うことねえだろ。何も喋らないんじゃないかな。喋ることなさすぎてね。勝ったのいまいち乗り切れないのはやはり俺の力があまりこの勝利に関わってないからだね。まあ確かにピンチでこそは抑えましたが、得点は全然取れてないからね。はい、海南今季1勝目、平野に今季、26セーブ目、柳田今季31号ですからね。50本いくんじゃねえかな、お前。これすっごいペースで今量産しとるからね。敵なしやね。で、斎藤の投球内容はこれですからね。はい、6回3分の2を投げて0失点。まあ、須田もよく抑えてくれたのもそうですけど、斎藤の活躍も大きかったよ、これはね。戦力外組の活躍がパない。なんでこんな抑えられてんのか不思議だけどね。まあ、今日斎藤だからたくさんピンチ来るだろうと思ってたら、これだもんね。抑えてくれたし、最高です。ヤクルトにはスイープでやり返しましたが、俺の力はあんまり関係なかったんでね。次の中日戦では存分に俺の力を発揮していきましょう。今日の先発は桜井かな。まあ、この男を前回の実況から使い始めたんですけど、前回の阪神戦ではちょっと内容がかなり悪かったですからね。まあ、今日はこの桜井の生き残りをかけたマウンドと言ってもいいんじゃないでしょうかね。ジョーダンとの投げ合いになるんだね。じゃあ1戦目はこのチームのピンチ。まあ、おそらく今日こそはピンチがたくさん来ると思いますので、桜井で抑え。勝っていきましょう。さあ来たぞ。今季10回戦目の戦いだ。前回負け越した借りはここで返す。ヤクルト戦のようにな。さあ行くぜ。どっちが先に点を取る。あら、桜井も好投。続くかと思ったが4回に捕まる。2アウトランナー1塁3塁。まあまあ全然大丈夫だね。ここを乗り切れば次が身長に2割3分1厘のバッターだが油断は禁物だ。よし、三振、完璧。オッケー、文句なしっていう一球だね。打てるもんなら打ってみな。打てるわけがないから打てないよね。さあ手も取っておくれ。ここまでヒット1本しか打ててないからね、うちのチーム。2イニング連続ピンチも。でも大丈夫、ここも抑えて次行くぞ。大島、個人的には怖いバッターだが、よし、ここも抑えて、イエス。
5回投げて0失点。いやもう1軍生き残り確定ね。全然使えますわ。今日の内容を見てるってもね、まあ、調子いいっていうのもあるんだろうけどもね、完璧に抑えてますから誰も文句は言わないでしょう。さあ問題はこの後だよな。あ、あいやここで2点入りましたね。最高ですね。ありがとうございますですね。さあこの後桜井はどうする。ここで降板。体力的な問題はどうだ。もう1イニングいけるかな。いやまあでも球数99球。まあここはもう贅沢は言わずね、中継ぎを出すのが正解。須田行きましょう、うん、中継ぎは温存できてますからかなり体力もあるんでね。ここから須田、田原、まあ平野、そういうリレーになるんじゃないかな。しゃ、須田が抑えたね。いいぞ。あ、で田原も抑えて、あらおかしいね。海田じゃねえか。海田がピンチを招いたのか。よし、終わり。はい、三振。今日のピンチは全部抑えるぜ。簡単だね。残るはあと1イニングだよ。もうこの2点で十分だね。野手たちに次ぐ。もう点は取らなくていいぞ。今日これで勝つから。お前らもうあと寝とけよ、ベンチで。お菓子食っててもいいわ。本当にちょっとやばい展開だったんですけど、平野さんが打たれる。ワンアウトランナー一塁三塁。やってどうする、逃げようか。じゃないでしょ、抑えるんですよ。立ち向かうんだよ。これは怖いな。第2球投げた。どうだ、よく止めた。川端ビッグプレーだ。オーケーオーケーオーケー。これで2アウト。しかしピンチは変わらず、1打出れば同点だからね。うん、このケース、よく止めた。ファインプレーに助けられたね。さあターニングポイント、ピンチは変わりねえ。ここでバッター誰だ、白石。得点圏では0割、全然打ってねえ。リードオフマンで使う理由が何一つとしてねえっていうな。まあいいでしょう。他球団には他球団の事情があるんだ。首を突っ込まないようにね、抑えていこう。はい、三振。簡単、代打送らんかい。こんなバッター相手を抑えても全然嬉しくない。顔はめっちゃにやけてるけどね。さあ1戦目無事勝利です。 2-0 圧倒的やねって言っていいのか知らんけどもね。まあもう桜井の好投もありですよ。チームもねちょっとなかなか点取れない状態が続いてましたが、まあ、結果2点取れましたからね、うん、もっと早く取ってほしかったのが本音ですけどね。さあ桜井はこれで今季6勝目ということになりましたね。6-1、貯金はたくさん作れてるピッチャーだよ。で平野ピンチャー招きましたが、最後27セーブ目でしっかり試合を決めましたね。ちなみに今日取った得点というのは、5回に取った2点、大谷のタイムリーに中田のタイムリーですね。はい、この2人が打ってくれたので得点が入り勝ったということになりましたね。いいっすよ、連勝が続きますね。前回のヤクルト戦からこれ今4連勝中ですか。止まらないね。まあ止まる必要もないと思ってるんでね。あで3試合連続の完封勝利っていうのが続いてるからね、やべえなこれ。さっきから投手陣の活躍大きいね。さあ今日は大谷翔平が投げる1日か。いや、まあいいでしょうね。うんうんうん。3戦目山中もしくは菅野というローテーションかな。でもちょっと山中の調子が悪いので、もしかしたら菅野になりそうですけどね。さあ、まあチームは勝ってるんですけど、なかなか得点を取って勝つことが少ないですから、今日はチャンス&野手1人注目していこうかな。今打ってる柳田か、それとも中田か。柳田で、よろしくお願いします。じゃあ、この1試合はこのベストオーダーでやっていきましょう。チャンス&柳田の打席に注目だね。もうすでに31本打ってますからね。もうペース的には間違いなく50本。まあ、この、止まることがなければね、届くんじゃないでしょうか。ほんで、まあ、6月の月間 MVP も確実ですね。今、4月、5月連続で取ってますが、まあ、よほど打ってるやつが他にいない限りはいけるんじゃないかなとは思うんだが、いきなり大谷が失点したか。珍しいね。中日打線に初回に失点。まあ、こういう日もあるわな。これで4試合連続の完封はなくなったね。3試合でストップ。まあ、3試合連続で完封で勝ててたのが奇跡だけどね。さあチャンスを作りて、あーもう三振。バットにも当たらないからな今本当に。バットには当てようよ。クルーズの打球はファーストフライ。もうこの場面で進塁打すらも打てない。それが今の俺だよ。バッターとしての状態が悪すぎる。急激に下手くそになってる。さあ小林で1打出ねえか。どうだこの打球は。セカンド亀沢が追いつくアウトだ。なんでこのチャンスかな点が入らないの。答え俺が下手くそだから。それしかねえよお前。簡単に答えが見つかるわ。ひどいねこのチャンスからのゼロだからね。大谷も今泣いてんじゃねえかな。こんなチーム来るんじゃなかったってね。俺がピッチャーなら泣くよ。今日点入りそうないんで。
サード後方のフライも追いつく。もうヒットすら出ねえのか。普通この手の打球は取らないんだけどね。マジで点入るチャンスねえぞお前。ああ1点入った。これで大谷の勝ち負けは消えたけどもね。その1点取ったの俺じゃないけどね。もうこの繰り返しじゃないか。全然俺の手で点取ることができねえよ。さ同点だからね、試合を決めに行かないと。わあもう一球打つも、どうだ、頭越える。よく取ったね大島ね。前進守備で来てたからね、あわや頭越えるかなと思ったんだが、さすがに行かなかったか。いや今大島じゃなかったら落ちてるよ。おこれはもう取った大島を褒めるべきだ。すごいわ。さあ今日柳田で一度も打ててないが、打てるか勝ち越しの一打をね、ここで打つために柳田を今日操作してんだよ。ああ2球でこれだ。は最後どこ振ってやる、お前どこ振ってやる、それ何も分かってないあるね。お野球やめた方がいいあるよ。お全然ダメあるねこれね。何言っとんねんこいつ。ああそのまま敗北だね。2対1もそら点が入らないんだから、もう全部俺がひねり潰してんだからね。負けて当然だよこんなんね。大谷悪いことしたわマジで、ごめんな大谷ね。最後打たれたのは、あ大谷なんだね。大谷は9回まで行ったんだ。その結果負けるという非常に残念な結果になりましたね。点が入ったのはあの坂本の1本のみ。まあそもそも今日ヒット2本しか出てないわけですからね。まあでもチャンスはたくさん来てましたから、そういうことを考えればね、得点もっと取れてもよかったかなとは思うんですけどね。相手ピッチャーに完璧に抑えられた1日になりましたよ。武藤ですね。ああ中継ぎも好リリーフですよね。ヒット1本も許してないですから。はあもう悔しすぎる。全く点が入らねえしね、打席が回ってくるも打てねえし、ストレスたまるわ。このチームじゃなかったら大谷今季4敗目してないのね。申し訳ないわ。もう次はちゃんと打つからね。もうちゃんと打ちましょう。ほんといい加減にしよう。グダグダな野球はもうここまでだわ。さあ続いて中日3戦目、勝ち越しがかかったゲームになるからね。ここまで1勝1敗ですから、まあ、連勝もストップしたのが今の2ゲーム目だったんでね。今日の先発は山中ということになりそうですね。菅野でもいいような気、まあまあ菅野は次のゲームに残しておきましょう。わざわざここで使う必要もないと思いますので、山中でで打ってはね、やっぱ今日もクルーズスタメン起用かな。まあでもクルーズスタメン起用にしてだいぶ数字落ちたな。ここ数試合ちょっとそれが続いてるね。やめとこう。もう今日川端で OK だ。ベストオーダーの入れ替えは小林をスタメンにして、それだけで十分だね。で最後の試合はチャンスピンチ&ちょっと野手に注目してね、またやっていきたいと思います。やっぱ大谷翔平かな。この男でたくさん打ってきてるんで、今日もスタメン起用でいくんでね、この男で最後打って一発盛り上がって勝ちましょうや。いまいちこの実況盛り上がりがないんでね。さあ今季12回戦目、勝つしかないぞ。勝ち越しでいくんだ。負け越しはいらねえ、負けはいらねえ、黒星はいらねえ、欲しいのは白星だけだ。山中これまでの好投もあるからね、まあ大丈夫だとは思うけどね。防御率は 3.24 ですから。さあ頼むぞ。あー初回から捕まるか。まあまあまあ初回に捕まることは誰にでもある話で、その後抑えるか抑えないかが重要なんだからね。うわっしょ、大島三振。今の三振は良かったね、かなり良かった。よし決まった。はい終わり。うわーよく当てたな今。ホームは行かせねえよ。あ今ヒットになるか、マジで完璧からさんだと思ったけどね。今のはすごいよ。相手褒めてる場合じゃないんでね、抑えない。オーケーオーケー、オーライオーライ、レッドゴー。初回のピンチはゼロだね。こっちもチャンスがすぐ来ると思いますので、こっちは初回に点を取りましょう。たくさんね、盛りだくさんにね。さあ大谷打席回ってきた。2アウトランナーなしだ。ここまで7本中6本が俺が打ったホームランになるね。この大谷ではたくさん打っては来てるんだが、何これ、これって何なの、あれってあれって野球なんですか。僕知りません、そういうとこね。野球初めて見たんでアホか。野球じゃないやつをちょくちょくやってるね俺は。凡退するのが野球じゃないからね。いかに野手のいないとこに打球を飛ばすかっていうのがこの野球ですから、それができてないんでね。うーわーおー、なんでそう決まって野手のいる正面にしかこの得点圏で打てねえんだよ。
かにもイージーすぎる凡退だろお前ね。誰でもできんねそんな、ただ凡退するだけならね。ひどいもひどいわ。はい、ど真ん中完璧など真ん中、ハイパンに直撃、ぶち当たった。なんでボタンの押しすぎね。投げる前にボタン連打する、ストレス溜まってる時に俺よくやるんだ。ほんで嫉妬になりがちだからね、うん、そのせいもあったからあれど真ん中行ったんだよ。もう何をしてんだよ本当に。もうこれもど真ん中、もう本当にしょうもないわ。打っては点が入らねえ、投げてはど真ん中、このシチュエーションで投げるバカかな、うん、バカとしか言いようがねえ。知能がないんだろうね。これはヒットだろ。よし、内野安打だ。いい、今は内野安打でも何でもいい、きっかけを作ろう。負け越しは許されねえんだけど得点が入らんだ。ワンアウトランナー一塁三塁だ。まだ3点差、ひっくり返せる。これは取られるの。いやータッチアップ無理だな。戻れ。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。ほんと点が入らん。第9、もうセンター前進、マジでこんなにお前1打出ないことある。いやもう前回から本当におかしいよ。チャンスであまりにも打てなさすぎる。こんな俺って下手やったっけ。ここも打ち上げて、もう上げて打って上げて打って上げて打って繰り返し、面白くねえ。なんだこのゲーム、やってる俺が悪いから面白くねえんだよ。さあ何もできずに8回まで来たよ。2アウトランナー1塁2塁、一撃が出れば同点、理想ではあるがそれは現実にならないでしょうね。無理だわ。追い込まれる。追い込んでから投げました。あー、見事な三振、完璧、終わり。はい、もう負け越し決定です。点が入らない以上仕方がない。ゲームセット、はい、終わりです。はい、最後まで打てませんでしたと。さあちゃんちゃん、そらね、野球って打たなきゃ勝てないスポーツなんで、チャンス何度も来るもチャンス潰す、勝てるわけがないんだよな。山中だってあの失投だけですからね、今日失点したのは。だから今日プレイヤーが俺じゃなければ余裕で勝ってるっていうね。そくだらねえ、マジで本当にどうしたんだろうここ最近の俺、マジで打てないんだけど。なんだろうね、コントローラーが原因か。いやもう他のものになすりつけるようになってるよ、責任をね。俺に問題があるんだよ。もうなんか急激に下手くそになりましたね。どうしようもない、下手になった以上また上手くならないとダメだわ。あ、次回もっと打てるように頑張っていきたいと思いますのでね、全く打てずに、プレイヤーの俺が一番邪魔な実況になりました。いる意味がない。俺がいたから勝ったんじゃなくて、俺がいなくても勝って、負けた試合は俺がいたから負けたんだ。悲しいねそれってね。うん、でも仕方がないね。うん、負けちゃったもん、ぐちぐち言ってもね。さあ次回の実況は6月の29日から始まる広島戦をプレイしていきたいと思います。何の盛り上がりもなくこの動画終了ということになりましたね。次回はできればもっと打ちたいなと、うん、個人的な感想ですね。打てるかどうかは知らんけども、打ちたいなとは思ってるんでね、この広島戦で打線爆発といきたいと思います。テーマは打つこと、守ることじゃない、打つことをテーマにね、次回広島戦プレイしていきますので、また次回楽しく見てくれ。グググググッバイ、また会いましょう。